歌舞伎町の名物質店銀蔵。次にやってきたのはアメリカに留学中という女子大生。テキサスの音楽大学に通いプロのピアニストを目指しているという。持ち込んだのはクロエの長ファスナー財布、およそ7万円はする代物。どれぐらい前なんですか、買われたのは。多分ね、2、3年ぐらい前なんだと思うんですけど。クロエでいいですね。そう、財布やカバンの場合、汚れが目立たない黒色が値段がつきやすいのだそうです。私今アメリカに住んでて、はい、それでアメリカに質屋ってないんですよ、はい、私が知ってる限りで、はいはいはい、でこれ日本で売るしかないと思ってるんですけど。あれ、これあのリサイクルショップみたいなのってないんですか。あのなんか売っちゃうみたいな。あるんですけど、はい、それがドーネーションって言って、はい、結局は無料でそのお店に寄付して、そのお店側が、はい、販売するって感じで。売れてもお金は入ってくる。そう、入ってくる。あ、そうなんですか。じゃあそこは違いますね。そう。さて、日本の質店の実力は。1万8000円ですか。So cheap. So sad. No, it's cheap. テキサス仕込みのおねだりに店長も戸惑い気味。難しいですよ、本当に。アメリカからわざわざジョン・レフ・ケネディエアポートから今日なんですか。ニューヨークから今日こっちに着いたんですか。そう、あ、それ荷物が結構なんか帰省の途中、わざわざ来たのに引き下がれない。そこまでね。じゃあもうちょっと500円。じゃあまず500円。私はお気持ちだと言って500円だけ。よかった、はい、もうそれはいっぱいです。 Thank you so much、はい、I really appreciate it。 なんとか500円アップ、1万8500円で交渉成立で、ここまで粘って得たお金の使い道は。テキストとかも向こうってだいたい100ドルとか150ドルするんですよ、一つ。2万ぐらいするんですよ、一冊が。だからだって今日の1万8500円なんかパーですよ、一気に。テキスト買ったら大切なブランド品は夢を叶える資金に変わったのでした。いや、強烈ですね、あの女性は。いいキャラクターしてますね。ねえ、別に関係ないですよね、どんどん自分がこう顔を変えてっていくっていうのをね。収入は何なんですかね。収入源ね、給料明細気になりますね。もうだけど何の企画か分かんなくなってきたね、だんだんね。質店というよりも彼女の企画に。キャラクターが良すぎますからね。あとやっぱりスーパー日立で帰るって言ってお父さん、 あれダメですね。勝手に買っちゃってんだから。借金でもなんでもないですから、ね、バウンが時計買っただけじゃないですか。また次の回期待しましょう。はい、続いては尾上さん、お願いします。